アメリカ国立公文書記録管理局が所蔵する修正第11条アメリカ合衆国憲法修正第11条はアメリカ合衆国議会によって1794年3月4日に可決され1795年2月7日に批准が成立したこの修正条項は連邦の訴訟に関して各州の主権による面積特権を扱っているこの修正条項は チザム対ジョージア州事件における合衆国最高裁判所判決に対応し、また、それを覆すために採択された。合衆国の司法権は、その一州に対し、他州の市民、または外国の市民はあるいは市民によって提起あるいは、訴追された普通法あるいは、公平法上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。この修正条項は、 シザム対ジョージア州事件における合衆国最高裁判所判決の後に成立した。その判決では連邦裁判所が個人によって起こされた州に対する普通法及び公平法上の訴訟を審問する権限があり、州は他の州の市民によってなされた訴訟について主権による面積は享受できないとしていた。かくしてこの修正条項は 一州と他州の市民との間の総称を審問する、司法の管轄権を与えたアメリカ合衆国憲法第3条第2節の規定の一部を無効にした。修正条項本文はその言葉によって市民がその属する州に対して行う訴訟を含めていないが、最高裁は1890年のハンスタイルイジアナ州事件判決で修正条項が広い主権による、 面積の原則を反映していると指示した。1999年のアルデンタイメイン州事件でアンソニー・ケネディ判事は次のように述べた。主権による面積は修正第11条からは導き出されず、元々の憲法自身の構造から得られる。第1条に規定する議会に与えられた権限は必要なまた適切な条項あるいはその他のものにより、 他の場合には列挙された権限の範囲内にある目的を達する手段として個人の訴訟に州を課する権限を必ずしも含めているとは結論できない。アルデンタイメイン州事件で4人の異議申し立てをした判事についてデイビッド・スーター判事は憲法を批准した時に州はその主権による面積を放棄したと言った。この異議申し立て者は修正条項の本文は主権による 面積の狭い形態のみを反映しており、連邦裁判所の管轄権を制限していると考え、憲法の構造は州を個人による訴訟から保護しているとは考えていない。主権による面積制度は、損害金あるいは他の公平法上の救済に関して不同意な州の訴訟面積を与えていない。それでも、連邦裁判所は1908年のヤング一報の未事件で、 連邦法を審判することについて、州役人に禁止命令を出している。さらに最高裁は、修正第14条の執行条項で、連邦議会が、州の訴訟からの面積を無効にできるとした。例えば1976年のフィッツパトリック対、ビッツァー事件を参照。また、セントラルバージニアコミュニティカレッジ対、カッツ事件では、裁判所がその主権による、 面積判例の範囲を狭め、第1条の破産条項は、州の主権による面積を無効にするとした。アメリカ合衆国議会は、修正第11条を1794年3月4日に提案した。続いて、次の州が批准した。ニューヨーク州、ロードアイランド州、コネチカット州、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州、バーモント州、バージニア州、ジョージア州、ケンタッキー州、メリーランド州、 デラウェア州ノースカロライナ州批准は1795年2月7日に完了した。この修正条項は後にサウスカロライナ州によって1797年12月4日に批准された。ありがとうございます。